今回25番のハエの超能力っていう話いきたいと思います。大阪大学の問題です。 A fly can do one thing extremely well。 ハエってもんはできるよ、一つのことをとっても上手に。それって何？飛ぶことです。 Recently 最近、 A team とあるチーム、どこのチームですか？ British scientist、 イギリスの科学者のチームが declared、 ね、言いました。なんて、だっというか、だっと省略可能ね。こういうこと言ったんですよ。The common house fly、 ありふれた家バエが、 The most talented、 talented aerodynamicist、 最も才能のある空気力学者である。On the planet、 地球上で。ほほう、そんなこと言ってますよ。で、それは、まあ、and it is ぐらいが省略されてると考えて、優れているんだよ。superior、 優れている、何よりもってなるんだけど、比較級の時 better than とかね、 than っていうのをよく使うんだけど、ここでは superior は to を使います。何かによりも優れている、ね、何よりも any bird, bat or bee、 どんな鳥やコウモリや蜂よりもそれは優れているってことをイギリスのチームが発表しましたね。a housefly、 ハエってやつはね、メイクするよ、チェーンズする、6回、回転するんだ、アセカンド、1秒間で。で、セミコロンでつなげてるんですけども、この後来るのは全部動詞の形ですね。だから、この前のところに、A housefly can が省略されてると考えてください。A housefly can hover、 飛べる、浮いてられるってことですよ。で、さらには、A housefly can fly straight up、 上に、真上に飛べて、down、 真下に行けて、 or backward、 後ろにも飛べる。で、セミコロン、 land on、 land って言ったら着陸する、もちろん名詞で土地って意味もあるんだけど、動詞の場合は着陸するね。で、ハエなんで着陸先は地上だけではなくて on the ceiling、 天井に止まるってことですね。シーリングというのはシーリングファンっていう言葉聞いたことありますか？天井でくるくる回ってるなんかカフェとかにありそうなやつね、あの天井ですよ。で、まだカンバーでつながってて、アンドがあると最後の印ですね。パフォーム、なんかするんだって。何を？ Various other show off maneuvers、 さまざまな他の show off、 見せびらかすような maneuvers、 maneuvers っていうのはフランス語ですかね。なんだろう、曲芸飛行っていうんですか、ね、そういう感じのやつですよ。変わった面白い飛び方、そういったものをするっていうふうに言ってるわけですね。で、It has a brain、 ハエはね、脳みそ持ってるんだけど、どんな脳みそかって言ったら smaller than、 何かよりちっちゃい、あ、セサミシード、ね、ごま粒よりもちっちゃい脳みそを持っているんだよって、こういう内容になっています。はい、一段落おしまい。ちょっと音読を省きますね。では第二段落いきます。